治。冬のキスは雪のような口どけ、降る雪が全部メルティーキスならいいのにね。幸せだね、明治メルティーキス。おはようございます。よろしくお願いします。今年もまたこの季節が来たなというのと、無事にこの日を迎えられたんだなっていう、なんか私にとっても風物詩のようなものです。季節でいうと冬が好きなので、なんかこう季節の変わり目ってで、こう空気の匂いが変わる瞬間ってあるじゃないですか。その、あ、季節が変わったな、冬が来るんだなっていう香りがした時に、もう結構それだけでちょっと幸せな気持ちになるかもしれないです。なんかこう肌で感じた時に、あ、嬉しいなって思うかもしれないです。まず絶対欠かせないのが布団と、漫画が好きなんですけど、昔から漫画もまたよく読むようになったので、ぬくぬくしながら漫画読めたら幸せだなと思いますね。あと冬っぽいもので言うと、こたつが本当に大好きで、高校生の時に寮に住んでたんですけど、その時にこうこたつがあってすごく幸せだったので、冬らしいアイテムだとこたつもいいなと思います。クリスマスは一年の行事の中で一番好きな日で、その日は
こう家族だったりこう仲間と集まってこう食卓を囲んだりしているので、なんかこうそれっぽい飾り付けをして、また今年もそういう時間が過ごせるといいなと思いますし、お正月とかもそんな感じですね。割と家族と仲間と人と集まっていることが多いかもしれないですね、うん、だからそういう時にこういうアソートパックがあるといいなと思います。はい、じり食べれますね、皆さん、はい、わはい、皆さんこんにちは、新垣結衣です。雪のような口どけのメルティーキッスの新 CM に出演させていただきます。メルティーキッスは10月22日から全国で発売されます。今年のテーマは幸せのお裾分け。ぜひ皆さんもアソートパックで大切な人と幸せな気持ちをシェアしながらメルティーキッスを楽しんでください。以上、新垣結衣でした。ありがとうございました。ありがとうございます。明治メルティーキッス。